環状星雲は、ことザにある惑星状星雲である。地球からの距離は約2300光年。リング状の特徴的な姿をしており、惑星状星雲の中では、最も有名な天体の一つで、リング星雲、ドーナツ星雲の別名がある。惑星状星雲としては、アレイ状星雲に次いで発見された。星雲の中心には、白色矮星が存在し、 この星から数千年前に放出されたガスが白色外星からの紫外線を受けて蛍光灯のように輝いている。リング部分の青い色はヘリウム、緑色は酸素、赤色は窒素の気線スペクトルである。小口径の望遠鏡でも見ることができる。チメ 5cm の望遠鏡でリング状になっていることは確認できる。チメ 8cm の望遠鏡では楕円型に、 なっていることがわかり、1 5トルで尖っている。先が少し暗くなっていることがわかり、2 0トルでさらに輪郭が明らかになってくる。中心性を見るには最低でも合計3 0トルの望遠鏡を必要とする。カラー撮影するとリングの内と外で異なった色をしていることがわかる。1779年フランスのアントワーヌ・ダルキエド・ペルポアが 合計約3インチの望遠鏡で水星を観測していて偶然に発見し、大きさは木星ほどで惑星を薄めたような感じで、ぼんやりしているが輪郭は、はっきりしていると記している。数日後シャルルメシエも、同じ水星を観測中に発見し、ガンマとベータの間にあり、光の染みのよう、ここを通過した水星の追跡中に見つけたが、 形は丸く非常にかすかな星から構成されているに違いない。しかし、両機でこれらの星をはっきりさせることはできず、ただの推測に過ぎないと記している。両者ともリング状の形態を観測していない。ウィリアム・ハーシェルは、穴の開いた星雲で、中心部に暗い星があり、おそらく星からできたリングであろう。楕円型で超短軸の日は83、100。 この光は分解される性質のもので、北側には3個の非常にかすかな星、そして南の部分は1から2個の星が見られるとした。ジョン・ハーシエルは、缶の内部は、かすかではあるが、星雲上の光で満たされており、タガの上にガーゼを貼った感じがするとした。ロバート・ポールは、タバコの煙でできた缶のようだ。中に、穴のある星雲とした。 ロス卿は特に短軸方向は分解されそうな気配を示し、そこに隙間があり、空間に入り込む枝状のもので破損しているように見えるとした。ありがとうございます。